高身長イケメンビニール傘買ったその日になくしてほしい。どっす。今回無印でめちゃくちゃトレンドに沿ってめちゃくちゃコスパのいいかっこいいシャツをですね見つけてきたんで、今回はそちらを紹介していこうと思います。では本編どうぞ。で、このチャンネルでは低身長でも低コストでかっこよくなる方法を発信していたり、低身長に向けたブランドシウンっていうブランドもね僕運営してるんで、よかったらチェックをお願いします。ってことで今回買ってきたアイテムを紹介する前にですね、こちら小森の僕が普段愛用しているシャツがあるんですが、これって結構ね、こんな感じで着用感大きいんですよ。こんな感じのサイズ感でこの生地ぐらいドレープ感があるシャツがなんか1枚欲しいなって思ってたんですよね。ただもう1枚小森シャツ買うかどうしようか、予算大丈夫かって思ってた時に無印でね結構いいのを見てたんで、こちらを紹介します。こちらがこの無印のヘンプ洗いざらし長袖シャツをね買ってきました。カラーがきなりを買ってきました。きなりといってもね結構ベージュ感の強い、まあ濃いめのきなりですね。サイズが XL を買ってきております。で XL ってパッと見すごい大きいんじゃないかって思うかもしれないけど、着てみたらね意外にいけたんで買ってきました。工事がすごいわ。近くの家が今ね解体してんのよ。そう思うんだよ。すごい生地のヘンプっていうのが今トレンドのカジュアル感にすごいマッチしているトレンド真っただ中の生地やねんけど、ヘンプってね高いんよめっちゃ生地が。で普通にこれぐらいのシャツをヘンプ100で作ろうと思ったら、まあ、販売ね絶対に2万いくね。絶対2万いく。2万2000とか絶対いきます。普通に僕はねこの前ヘンプの小森のスキッパーシャツ買ったけど6万してるし、高いよヘンプって。とりあえずそれを今回ねこちら無印さんなんと3990円で作ってます。このガッシャンガッシャンして音がね入ってないことを祈るんですが、これ4000円切っちゃうんですよ。まあ多分ね無印さんはまあ大手やから、この生地を大量にも買ってそれをこう何年間にも分けて使っていくみたいなことをしてるんやと思うけど、これ4000円はねマジでね頭おかしいです。めちゃくちゃいい。で洗ってくれてるんで、そのヘンプ特有の硬い感じもなくて柔らかくて着やすいし、本当にね皆さんにおすすめできるシャツに仕上がってます。夏でもさ半袖シャツももちろんいいけど、長袖シャツ着たい日もねたまにあるんですよね。まあ、そういう時にねこの薄いヘンプの生地のシャツがめちゃくちゃね重宝してきます。でヘンプといえばですね、吸湿速乾性もすごいんで、まあ、6月の梅雨のシーズンとか日本のねジメっとした天候も湿気を吸ってくれるんでベタベタしないですよね。着てて爽やかに着てるんでそこもね言えてやと思います。で、まあ、洗濯後もねすぐ乾くんで機能面トレンド性両方ともね持ってるすごいシャツです。で無印とかユニクロ系のプチプラ系は1個問題あるとしたらサイズ感やんか。そのサイズ感もね今回 XL にすることによってめちゃくちゃねいい感じになったんで着てみようと思います。はい、着てみました。164cm 55kg で今回 XL を着用しているんですが、袖がね長いんですよ。もちろんどうせ折るんで夏は折ると一気にね良くなります。ほらバリ良くない？これ3990円ってねほんまにすごいよ。 164cm 55kg で着丈はね結構長いです。お尻隠れちゃうかなって感じで長いねんけど、まあそのオーバーサイズで着るっていう前提で買うならありっすね。これをもっとね M サイズとかにすると身幅が細くなって思ってトレンドのオーバーサイズ感が出ないんで、今回はね小森のシャツもこんぐらい丈感あったんで、それとね同じようなサイズ感で羽織ってみたかったんで、すげえオーバーサイズで買ってきました。とでもね結構まくりやすい生地でずれ落ちてこうへんし、これはねめちゃくちゃ一押しできるシャツです。コーデの紹介をしていくと、ミチコーで今ねデニムはシウンのベルテッドデニムを使って、これもね生地が落ち感があって綿麻の軽い生地を使っていますので、こういうねヘンプのシャツに合うんすよ。このインナーのタンクトップがリドムのリネンコットンですねのタンクトップです。なので全身ね朝系の素材が使われている、なんとも夏っぽいねかっこいいコーデに仕上がってます。きなり色とさデニムってさ相性間違いないから、ぜひね真似してほしい。デニムとシャツとタンクトップ合わせても2万いかんくらいから、ぜひやってほしいな。そう思ったらすごいな、これで2万いかんねや。怖いっすね時代って。こんなファッションなんかできんかったよな昔。プチプラすごい。ちなみに小森はこんな感じです。おっきいやろ、めっちゃおっきいけど生地にねドレープ感があるんで、そこでね
助かってるっていうか着用できてるんですよね。いいね。機内のシャツを使ってコードをねもう一個で組んでいきます。伏線貼っとくことで通行で目はねボタンを閉めてみました。ボタンをね閉めちゃうと結構着丈が長いんで、少しでもね着丈が長いのをごまかしたい方はボタンを全開けして着ていただくか、ここをね一番下をね開けてもらえるとその分ね着丈が短く見えるんでおすすめです。僕はなんかねこのでも開きすぎてる感じがあんま苦手かなと思ってきたんですよね。結構こう上を開けちゃうんで最近は、だから下も開けちゃうと開けすぎかなみたいななっちゃうんで、まあ閉めて手突っ込んで着丈をグッと上に上げて、ここのねたるんでる感じも楽しんじゃうみたいな感じでやってます。でここにね一応ポケットがついていて、このポケットもすごい大きくてこんな感じでね観葉植物も入っちゃうんですよね。入る前提でね、まあ、やってたけど全然ね入らへんけど、入りきらんけどこうね持ってもらえればね歩けるんで、祈りを手に持ちながら葉っぱの香りを嗅ぎながら生活できるっていうのはね非常にいい点ですね。滑ったみたいな感じになっちゃいました。これはね黒いパンツと合わせて、僕がねもうちょっとコンビニ行ったりとかちょっとそこまでのコーデはねいつもこんな感じですね。シャツにイージーパンツにサンダル、こういうコーデこそねいろんなもので着飾ってるよりもかっこいいかなって、超個人的な意見ではね思っちゃうんで、シンプルなアイテムの合わせがね力が抜けていてかっこいいですね。ただ最近こういうコーデやりすぎて反動でね装飾性の強いファッションも最近チェックしだしたんで、どうなっていくかは分からんけど、とりあえずね今はこういうシンプルな服装にハマってます。はい、というわけで今回はこちらユニクロじゃなくて、無印のこちら機内のねヘンプのシャツを紹介していきました。このねトロンとした生地感がいいよね。このシャツね、まあ、サイズ感さえ考慮できれば非常にねおすすめできるアイテムなので、よかったらチェックしてみてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。めっちゃ似合ってるわ見た感じでも。ではまたお会いしましょう。以上アリベテさんのバイバイ、ありがとうございます。